親愛なる家族の皆さん、私たちは銀河連邦です。チャクラのブロックを解除し、神聖なる源のエネルギーと結びつけることによって、地球上の人々が5次元に入るのをできるだけ多くの方法でサポートしたいと考えています。なぜならこれが DNA 活性化と DNA 変換を通して他の文明を目覚めさせ、上昇させ、そして接触する唯一の方法だからです。3次元の世界では毎日様々な波動を感じることができます。ある人は恐怖の概念で振動し、ある人はより愛の概念で振動しています。あなたが恐怖の状態にあるとき、アストラル体はその完璧なレベルでは働きません。もしあなたがそうなら、ヨガやプラーナヤーマ呼吸法を実践してアストラル体に働きかけ、あなたの人生にカルマのバランスをもたらすことができます。呼吸は毎日何気なく行っていることですが、体にとっては最も重要なことなのです。呼吸はあなたの体が酸素を得る方法であり、すべての生き物が適切に機能するために必要なものです。呼吸は生命そのものの象徴でもあります。呼吸がなければ生命は存在しないのです。プラーナとは息のことです。プラーナという言葉はサンスクリット語に由来し、本来の原初的な生命力を意味します。呼吸は3次元と5次元の世界の橋渡しをして、あなたを神聖なエネルギーにつなげます。この橋は活用されなければなりません。心配事や緊張、怒りなど気分が悪い時に自分の呼吸に注意を払ったことがありますか？このような気分の時は呼吸が早く不規則になります。あなたが恋をしている時、あなたの呼吸に注意を払ってください。それは特定のビートとメロディーを持つでしょう。バランスを崩せば愛は消え去り、その代わりにその調和を作り出せば愛が現れるでしょう。特定の感情は特定の呼吸のリズム、または呼吸のヒリズムで特定の方法でのみ経験することができます。あなたは呼吸を理解する必要があります。理解することは知ることと同じではありません。本当にそれを理解した場合、あなたは超越します。自分の感情を理解し、呼吸をマスターすれば、それはあなたにとって第二の天性になるでしょう。あなたの祖先や母親が森や洞窟に住んでいた時、彼らは頻繁に動物の攻撃や自然災害の脅威にさらされていました。彼らは危険な状況から抜け出すために戦うか逃げなければなりませんでした。戦ったり走ったりするために彼らの体はさらなる力を必要としました。脳の扁桃体が危険な状況を察知すると、視床下部が警告を発します。視床下部は神経系と連絡を取り、副腎にコルチゾール、アドレナリンなどのストレスホルモンを分泌するよう指示を出します。これらのホルモンは心拍数、血圧、エネルギーレベル、血糖値などを上昇させます。また心拍数の増加や気管支の拡張によって細胞への酸素供給を改善し、危険から戦ったり逃げたりすることができるようになります。酸素の不足を補うために呼吸数が増加するのです。先人たちのように頻繁に危険に直面しなくても、あなたの体には同じメカニズムが備わっているのです。その結果、ストレスのかかる状況に直面するたびに体内でこのストレスホルモンが作られるのです。このホルモンは物理的にエネルギーを消費するようなことをしていないため、自ら反応し始めます。それが緊張やストレスとなり、結果として焦燥感や不安感をもたらすのです。
あなたの呼吸は、あなたの心によってコントロールされています。あなたの呼吸は、あなたの思考と同期しています。あなたの呼吸のリズムは、あなたの心の状態が変わると、影響を受けます。それは逆方向にも言えるのです。呼吸のリズムを変えることで、自分の心の状態を修正することができます。単にそのことに目を向け、呼吸を感じるだけでいいのです。最初のスポットは、吸気です。そして、息を吸い込むときに、短い秒数だけ、停止します。これが、目を向けるべき、第二のスポットです。三つ目のポイントは、息が回り込んで、出ていくところです。そして、息が完全に吐き出された後、ほんの一瞬、完全に停止します。これが目が離せない、四番目のポイントです。この四箇所のすべてを見ることができれば、新しいレベルの感覚に到達することができます。突然、リズムが生まれ、あなたの呼吸は、宇宙と調和するでしょう。これは、説明のつかない状態で、心の関与はありません。見るということは、あなたの意識の性質であって、心の性質ではありません。見ているということは、心を止めることであり、心を超越し、今まで知らなかった究極の至福に突入します。あなたが今まで味わったことのない、喜びの本質を理解し始めましょう。この究極の喜びは、三次元の世界の制約や欠陥からあなたを解放し、五次元の世界の無限の可能性にあなたが入ることを可能にするのです。私たちは、あなたを心から愛しています。私たちは、あなたと一緒にここにいます。私たちは、あなたの光の家族です。銀河連邦大使、オーロラ、レイ。